今来ているところは菅原西公園であります。右の方に JR 大阪東線、白草貨物線、そして左側に行くとですね、このように市営住宅、奥に行くと、菅原小学校の校庭のですね、姿を見ることができます。ナイター照明が上にありますけれどもね、ちょっと雨がですね、パラパラとですね、降ったり止んだりしているんですけれども、今回はですね、いつもでしたら、駅前からですね、始まることが多いんですけれども、今日珍しく今回は、菅原西公園の中からのスタートになりますが、今回はこちら東小川区内のですね、菅原地域の方を散策していきたいと思います。まずは菅原西公園の中をですね、ちょっと外から見てみたいと思うんですが、丸太のベンチがあって、鉄棒、そしてですね、砂場があり、動物系のですね、遊具。あ、ちょうど今ね、菅原小学校の校庭から、音が聞こえてますけれども、おそらく運動会の練習なんでしょうね。その風景が見られますが、そちらこちらに行くとですね、菅に西と巻いて菅西町と呼ぶんでしょうかね、旧町名で、こちら今は菅原になっているんですけども、昔は、菅西町ですかね、ちょっと呼ばれていたということで、平成9年3月に東小川区役所が書いた説明文が書かれているということになりますね。左側の方が菅原小学校ということなんですが、この菅原西公園はこちらですね、歩道橋のあるところのですも続いているということなんですね。こちらは、どちらかといえば、遊歩道のような感じのですね、散歩道が広がっているようなんですけれども、木製のですね、ベンチが、周りの方には3つあるということになりますね。一旦菅原西公園をですね、右に曲がってくるとですね、このような小さなトンネルがあって、ライフ東淡路店、そしてローソン、エリオンの姿を見ることができます。一旦 JR 大阪東線のですね、高架をくぐってきたんですけれども、再びですね、菅原小学校周辺に来て、ここから右の方へと入ってきます。ちょうどですね、菅原西公園の、ライフ東淡路店側のですね、入り口の方を左に曲がって、菅原小学校を左に見ながら歩いているということになります。そしてですね、右手の方には伊勢海病院の姿が見えてきましたね。東小川区内でも、大きな病院の一つとも数えられている伊勢海病院の前を進んでくることになります。こちらの伊勢海病院の方ではですね、平日の、夕方前まで、そして土曜はですね、昼頃までですね、各方面から送迎バスが出ているようなんですけれども、詳しくはですね、伊勢海病院のですね、ホームページなどでですね、確認していただければというふうに思います。その、菅原小学校を左手に、そしてですね、老人ホームですかね、右側の方に見えてきて、その右側の奥に行くとですね、そうやって駐車場をですね、整備されているようなんですが、まだオープンはしていないようなんですけれどもね、この、曲がってくると千葉市の菅原方面へ、向かうことができます。今回はこの、菅原小学校側があります、菅原西の方面をですね、歩いてるんですけれども、ここからはですね、一戸建ての住宅、中にはこうやってですね、高層のマンションも立ち並んでいるところがありますけれども、近くにはですね、人工透析のクリニックもあってですね、閑静な、中、いわゆるですね、菅原7丁目の方面を歩いているということになります。住宅街の方からですね、大阪高槻京都線の道路沿いを渡って菅原4丁目の方へと入っていきます。こちらの建物が、菅原幼稚園ということなんですけれどもね、敷地がちょっと見ないと分かりませんけれども、ちょっと撮影しますと迷惑になりますので、建物周辺だけということにしますけれども、菅原保育園を左を通ってですね、
またまた住宅地の中へと入ってくることになります。まあ、拳通りとですね、菅原公園につきましてはですね、別途動画の方で紹介していますので、今回はですね、省略しますけれども、まだですね、こちらの方はですね、アップしている動画でご覧いただければと思います。でちょうど菅原4丁目のですね、この地点に来ると、また交差点が見えてきます。3つのですね、交差点があるんですが、ちょうど菅原4丁目と3丁目のですね、まあ、ほぼ、中間というところになりますが、今歩いてきた道もそうなんですけども、この道を向かうと大阪シティバスの菅原方面に、この道を進むと、左手の方にですね、その奥の方に、まあ、住宅が見えてるんですけれども、菅原公園あるいは菅原東公園に、そしてこちら製作所があるんですけれども、工場があるんですけれども、こちらから行くとですね、拳通り、東淀川、区役所の方へと入ってきて、さらにこれをですね、区役所の方面は左なんですが、右に、さらにそれを右に行くとですね、コンクリート工場の方へ抜けて、レストランの方へと向かうこともできます。そしてここもですね、実は交差点があって4つですね、信号のない交差点なんですが、今歩いてきたところがですね、もう一つの交差点へ向かう方、そしてですね、まずこちらの道がですね、菅原東公園へと向かう道路、そしてこの道が、コンクリート工場のですね、内をですね、進んでいく道路、そしてこちらが、拳通りの方へ入っていく道路ということになって、まあ、こちらの方にもですね、道路が4箇所にですね、分かれているということなんですね。で、私は今回はこちらですね、コンクリート工場が並ぶ間のですね、道路を通っていくことにします。そのコンクリート工場の間のですね、道路を左に曲がってくると、東野川区役所ということになって、レストランの姿ですね、ココスの姿を見ることができます。まあ、こちらはですね、土曜と休日にはモーニングのですね、バイキングがあって、和洋、そしてですね、ワッフルがですね、楽しめて、税抜きになるんですけれども、780円で、楽しめるということなんですが、ちょうど今その、朝食バイキングのですね、幕ですね、見えてきました。毎朝7時から10時まで行っているということです。さあ、東淀川区役所前のですね、本庁前、に、着きました。菅原西方面を中心に歩いてきたんですけれども、まあ、小学校寄りの方にはですね、こうやって今コスモスが咲いてますけれども、区役所のですね、正面ですが、このですね、菅原西地域はですね、閑静な住宅な一戸建ての住宅街が立ち並んでいてですね、まあ、その周りに OTR 大阪東線が走っていて、JR 阿波地駅へですね、アクセスもですね、非常に便利になったところですね。まあ、菅原地域といいますと、豊里地域と並んで、7丁目まであるところなんですけれども、まあ、東淀川を代表する、最大の町の一つという印象ですね。また菅原地域のですね、別なところもですね、ご紹介できればというふうに思います。ということで菅原西地域を散策してきました。